SI ホーンとは大星株式会社が展開しているゲームブランドである。代表者は谷村翔一郎。主に歴史素材のストラテジーゲーム、ウォーシミュレーションゲームを手掛け、デジタルアナログ上分野で展開している。かつては Windows パッケージ製品を開発、販売していたが、2014年以降に開発されたアプリは Android、And iOS、Windows、Wind ファイヤースにて配信されている。なお、ロゴや製品のクレジット表記では s i ーンとアルファベットと記号で表記されているが、2021年1月7日に取り行われた鈴木銀一郎の葬儀における喧嘩な札の名称は、大星株式会社ソフトウェア事業部サイフォン代表、谷村章一郎とカタカナで表記されていた。2008年12月に、 空母決戦を発表し、2009年3月に発売。その後は、戦国時代、原平時代の Windows ゲームを発売した後、アナログゲームへ進出。こちらは、ソリティアシステムという一人プレイのゲームシステムで展開した。このシリーズはデジタル化を前提とするシリーズであるとされているが、2014年12月現在、新元上落のみがデジタル化されている。このアナログ版が、 サイフォンボードゲーム、デジタル版は、サイフォンデジタルアプリというシリーズ名で展開している。その他に、ムックの制作も独自展開しており、これとの抱き合わせ商材も販売している。過去には、復刻された、鈴木銀一郎のアナログゲーム、日本機動部隊とのバンドル商材、空母決戦発売1周年、記念特別限定版も販売していた。2014年からは、 国際通信社の中黒康氏及び同社が持つコマンドマガジンと共にコマアップというシリーズを展開している。こちらはサイフォンボードゲームとサイフォンデジタルアプリを小型化した形式を採用している。同様のシリーズとして2015年よりソロプレイに特化したソロアップを追加した。ありがとうございます。